タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14グレンのリベレーター編第45回配信を撮っていきたいと思います。さてではですね、本日は新たなお友達を、じゃあラーバナさんにしようかな。豆とラーバナ、ミニオン習得、武神ラーバナを模した魔法人形、耐えてみせよ、熱い。ミニオンです。こちらですね。豆とラバナ、武神ラバナを模した魔法人形、歴史家を自称するグナース族が武神と英雄の戦いを後世に伝えるため、最高神ギルドに制作を依頼。武を誇り、勇を好む武武しい姿を再現しているのが特徴。耐えてみせよ。セリフも耐えてみせよ。なるほど。今日はラーバナ君出していこうかな。ちっちゃくなると可愛いね。じゃあソロバンさんに話しかけていこうか。そいじゃあ今回の取引内容を説明するね。オイラたちはヤサカニのマガタマって宝物を探してるんだ。三種の神器ですね。そのマガタマは高人族にとって伝説的な宝でさ、最近まで東の国の国主が抱え込んでたんだけど、帝国に駒をするため献上されるって分かってね、いても立ってもいられなかったベニコーラの連中はマガタマを乗せた船を襲撃。だけど不運が重なってマガタマは海中に消えちゃったのさ。オイラたちはそれを回収したいけど、ベニコーラと鉢合わせたらめんどくさい。だからあんたたちにそれをお願いしたいなって。つまり海中で探し物をしろってこと？できるかな。大丈夫、窒息しないようにおまじないをかけてあげるよ。ただおまじないには捧げ物が必要だから、まずは上の浜で今から言う捧げ物を集めてきてね。拳大の万年貝とよじれた紅サンゴ、それから雲丘から手に入る無傷の大兜だよ。そういうことなら手分けして集めましょうか。私は貝を探すから、リセはサンゴを、シャメイには無傷の大兜を頼んでいい？うん、じゃあ行きますかな。よし、じゃあとりあえず現地までワープですかね。さてとりあえず青の玉水の中から出てきましたが、見えるんですね上に。あれちょっと待って、とりあえず運休を。落とすまで殴るでよい。落とさない。落としてよ。ニセのなんかある？あっちに見えるサンゴかな、だいぶ沖だけど泳いでみますか。ふぅ、に倒して落とす。本当さ、以前アドヒノに滝木拾いがどうのって自慢されたから、今度会ったら言ってやるわ。あなた貝拾いの経験はある？とね。お父さん、
上の部分ですね。上りでちゃうの。下どうしようか。ついでにちょっとね、この上、え、どうやって行くん。なんか登れそうなとこなくない。ちょっとふらついてみて。はいはいはい。お、ちゃんと登れるじゃん。ちょっと待ってね。どの辺かな。西九十。今日はそうか。これで風味薬1個。あと何個ぐらいあるの。風味薬これか。全部半端。すごい半端。でもこれも全部いけてないもんね。逆にこっちの方が早く集まるのかな。そんな予感もする。わかった。南西300。この辺か。あとでいけって言われる予感がするにはするな。いや、一回じゃとりあえずどうしようかな。あのね、クエスト1個持ったままなんだよね。一回これ報告だけしてこようか。おのころ島ので、一回ちょっとおのころ島まで行って報告だけしてきます。おのころ島までやってきました。こちら環状型の本部になりますね。すずめさん、シャンメイ殿に尻拭いさせるとは、反作の野郎、全く使えないやつだよ。反作くん。おお、待ちわびたぜ。俺だけ手ぶらで戻ったから肩身が狭くてね。そうそう、依頼の品を親分に手渡してくれ。君。月影さん、シャンメイ殿、ご苦労だったの。ことの次第は反作から聞いたが、いやはや何から何までかたじけない。いいんじゃぞ。じゃあ飛びざめのヒレを渡そう。おお、これはまた立派なヒレじゃ。おかげでキキモ殿の期待を上回る品を収められよう。それでは集めた品々を手土産代わりに、キキモ殿との打ち合わせをお膳立てするとしようかの。押収品の受け渡し方法などを詰めてしまわねばならん。それじゃあ私は押収品を船に運び入れる準備をしておくよ。おう、スズメよ、気が利くな。頼んだぞ。だが、やはり少し元気がないようじゃ。スズメに一体何があったんじゃ。姉さん、珍しく真珠の調達にも手こずってたようですぜ。ところで親分、海賊衆はクガネに行けないってのに、どうやってキキモ殿と打ち合わせをするんだよ。これは生かされるやつだ。コンプリート。次あるね。はい。レベル62クエスト、環状型の航路開拓。筋買い砦での月影は取引を始めようとしている。へい。反作の言う通り、わしらはクガネには上陸できんが、キキモ殿が気を利かせて、杯島まで足を運んでくれるそうでな。反作よ、お前はスズメを手伝い、ひとまず押収品を、杯島まで運び入れよ。
その後取り決めた受け渡し場所まで輸送することになろう。親分、合点承知。シャンメイ殿、すまぬが、キキモ殿とは初対面になるゆえ仲介役を頼むぞ。おう、承知の助。おこと、じゃあ杯島まで一回行ってきますか。ワープです。さて、やってまいりました、杯島。スズメさん、あ、シャンメイ殿、すまん、ちょっと調子が悪くて。引っ掛けさん、こちらの小さな女人がキキモ殿か。ではわしを紹介してくれ。ハンサクさん、スズメさんは調子が悪いようだが、段取りがバッチリで、押収品はこの島にすっかり運び込めたぜ。いつでも紹介に引き渡せるぞ。お、じゃあ聞きます。シャンメイさん、来てくださったのですね。そちらの方がもしや。そうなんです、取引相手です。お初にお目にかかります。わしは海賊衆の感情を取り仕切る月影と申す者。まずはこちらの品をお受け取りいただきたい。これは追加で依頼した品々ではありませんか。これほどの希少品をあっという間に調達してくれるなんて。これはお約束以上の値を支払わせていただかなければ。こちらこそ海賊衆を代表して礼を言わせていただきたい。取引に応じてくれたばかりか、好条件をご提示いただきありがたい限りです。押収品ならばすでにこの島に運び込み、いつでも引き渡せます。ただ量が多く、船での輸送が必須となりましょう。しかし、そちらの商船をここに呼び込むわけにもいきますまい。ええ、ここは東の国の先森たちの目と鼻の先なので、海賊衆と堂々と取引すればケチがつくでしょう。最悪クガネへの入港禁止などの沙汰が下されることも。ではこの杯島の北の陸地で引き渡しましょう。そこならば砦の陰に隠れてしまいますから、東の国の介入を防げましょう。素晴らしい采配です。では私はクガネに戻り、商船の手配を進めましょう。良い取引ができることを期待していますよ。それでは。なんかちょっと話がスムーズに行き過ぎてる感じはあるな。なんか一文字かあんのかな。さて、場所が決まったのはいいが、島の北側での取引となるとはびこる魔物が問題じゃ。安全を確保するため討伐隊を出さねばな。親分、そいつは俺にお任せを。大事な家族、海賊衆のために一肌脱ぎますぜ。ああ、過去を断ち切るつもりで大いに奮戦するがいい。スズメも応援を頼めるか。スズメ、聞いているのか。取引場所の安全確保のために反作の応援を。あ、はい、親分。ただ、私は真珠取りで怪我したもんで、押収品を運び出すまでここの詰め所で休ませてもらいます。お、そうだったのか。討伐の話は他の者にもつけてあるから、現地へ向かうよう声をかけてくれ。合点承知。詰め所に向かうついでに伝えておきます。親分、応援が来るまでは俺一人でしのぎます。スズメさんの分まで俺がなぎ倒してやりますぜ。じゃあ、行ってきます。やはり、スズメの様子がおかしい。あの暗い顔、スズメが海賊衆に来た時と同じじゃ。海沿いの漁村がゴロツキに襲われた時に彼女の両親もやられてな。生き残ったスズメ一人が海賊衆によって保護されたのだ。その時の暗い顔に心が痛んだもんじゃ。取引が落ち着いたらじっくり話を聞いてやるとしよう。お前さんはこの島の桟橋まで来てくれ。押収品を運ぶ船で取引場所まで渡ろうぞ。まあ、スズメさん的にはやっぱり
そのゴロツキどもの仲間だった人間がっていうことで、疑いが全然解けてないんだろうね。ね、ちょっと月影さん、押収品が足りんじゃと。報告ご苦労。あとはわしが引き受けよう。ん？足りん。何か起こった。おう、シャメ殿、来てくれたか。実は積み荷の最終確認をしたところ問題が起きた。今回の目玉商品だったベニガイの指輪が消えたらしいのじゃ。犯人を突き止めてベニガイの指輪の行方を確認しなくては。お前さん、悪いがスズメを呼んできてくれないか。詰所の前でスズメを呼べば顔を出すじゃろ。チャットの会話モードを正モードにして、スズメを含む好きな言葉を入力して指定地点で呼びかけましょう。では現地までワープっすね。ではさて、やってまいりました詰所のところですね。さては正モードにして、これでいいかな。なんだあんた、スズメを探してんのか。スズメなら取引場所の安全確保に行ったぜ。俺が反作を手伝うことになってたんだけど、スズメが変わってくれたんだ。あれ、怪我してたんじゃないのかい。ありゃきっと秘密の合いびきにちげえねえよ。だってあの飾りっ気のないスズメが見事なベニガイの指輪をはめて飛び出していったんだからな。二人が戻ったら死ぬほどからかってやるぜ。指輪を盗んでしまったのか。じゃあとりあえず月影さんに報告に行こう。さて桟橋まで戻ってまいりましたが、スズメさんの様子がおかしいです。何？スズメは取引場所の安全確保に向かっただと。結局反作を手伝いに行ったのか。いや、何か裏があります。スズメがベニガイの指輪をでっしゃれ込んでたから反作と相引きしに行ったんじゃないかって。あの二人に限ってそれはありえんじゃろ。いや待て、ベニガイの指輪、まさか商材を持ち去った犯人はスズメだというのか。だがスズメがそんなことをするはずない。きっと何か深い事情があるはずじゃ。もう一度押収品の目録を確認してみよう。あった、これじゃ。消えたのはベニカイ細工の指輪、名はカイスリ。なんとそういうことか。カイスリとはスズメの名字じゃ。確かスズメの両親はカイ細工の職人だったはず。つまり九段の指輪はスズメの両親が作ったものじゃったんだ。それをゴロツキどもが身につけていたということは、スズメの村を襲い略奪した犯人だったという何よりの証拠。まずいぞ。かつて反作があのゴロツキの一味だったことはスズメも知っている。まさかスズメをバカな真似をするつもりではあるまいな。おお、ここで次のクエストが大変に気になりますが、今回はここまでにしておきたいかと思います。第45回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。